チョコ先生は誰狙ってるの？だってチョコ？チョコ先生一番好きな女とかいるんですか？女。いやまあまあ一番好きなのはメル様かなって。あーすごい徹底している徹底しているって何ですか？徹底しているって何ですか？本当の気持ちなんだから徹底してるも何もないでしょ。いやなんかずっとブレないのすごいなと思って。あーね、うん、いやでも、うん、一番一緒にいて気楽なのはスバル。あーはいはいはい、はいはい、ちなみにメルはマリンと寝たよ。えちょっとまだ寝てないのに、うん、こないだ寝たで。あやばい、うん、これは寝た？うん、こないだ寝たで。ま、今チョコ先生は今何してるところなんですか？寝た？今あれちょっとチョコ先生今何してるんですか？機嫌悪くなっちゃったな。機嫌悪くなりましたね。もう自分が寝てないからって。マリン先輩のせいですよ。すれないでくださいよ。寝ればいいじゃんチョコ先生も。そんな、うん、まだ全然前なのに。こんなに、なんで全然前。あんな配信してる女がそんなこと言うんだよ。意外と一日あ意外だったな。あ、まあ、そういう人いますからね。表ではちょっと、ねうん、下ネタ言ってもやっぱり恥ずかしいみたいな ね、まあ、その恥じらいがいいんですよね。あマリンは裏でも下ネタ言ってくるからね。まあちょっと否めないですけどね。せいちゃん寝れるやつとは誰とでも寝ていこうと思って。あでもなんか昨日は振られたみたいですね、うん、寝ようとしてたら。あそうフレアがさうちに来たからさ、はい、であのフレアも寝てなくて船長も寝てなくて、はい、2人とも限界だったの、うんうんうん、でもうとうとしてて2人とも、はい、でフレア寝なよっつって布団パンパンってやったけど、はい、いいよ帰って寝るよって言われて、はい、その後船長はもう50回くらいねえねえ寝ないよねなんでなんで寝ないのねっつってすごく言ったけど結局船長がうとうとしてる間に帰ってった。逃げられました。あーまあ正解ですね、うん、でもフレアとは寝たことあるからね。どうやってくじゃないですか、うん、何でもやってく。じゃあいろんな女と寝たってことですか、うん、そうだね同じ布団でね。いかがわしい意味じゃないよ。同じ布団で寝ただけ。何人と寝た？何人と寝た？シオン先輩とも寝たし、シオンタンとはガチで寝た。ガチのガチのシオンタンとははい、ね、いかがわしい意味ではないネタではなくいかがわしく寝た。いかがわしく寝た。でもなんかなかったことにされてるから、はい、そういうとこもいいよね。なんかなかったことにしてくるあの容赦のなさがまたいい。M には刺さるんですね。え、いつでも寝ますよ。軽すぎでしょ、宝生マリン。